はいどうも、魚ダブルスキーです。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、ということで頑張ろう、やっていこう。なんか頭でかくないですか？頭がでかい。未来からやってきました。頭のびおです。うわ、別にひねりのないひねりのない名前やなこれ。はい、ということでやっていきたいなと思うんですけども。ありがとうございます。何します？はい、何します？します。タイトルコールバーン言ってもらっていいですか？もう一回言っちゃっていいですか？はい、どうぞ。今日はもうフォアの浮き玉ダダン、はい、ダダダン、やっていきたいなと思うんですけども、フォアのですね、チャンスボレーみたいな形、いわゆる浮いてきた時にフォアで打つのってなんかこう決めれるイメージはあると思うんですけど、多分ネット前だと思うんですよ。今回ちょっとねイメージしていきたいのはサービスライン付近ぐらいとか、サービスエンドでまあ1歩2歩後ろミドルゾーンぐらいのところの浮き球をどうやって打つのか、どういう感覚なのかっていうのをちょっとね喋っていきたいなと思いますので、はい、ぜひ最後までご視聴ください。ということでテニスベアでですね、10月20日ヌイサンプさん来ますよ。お、まだ秋ありますんで、毒だけどとぬいさんぼさんに挑戦してくださいっていうね、当たらない方もいると思うんですけど、僕ら試合見たいとか、まあもしあれやったらアドバイスとかもできればね、見てたらしたいなと思いますので、ぜひご参加の方よろしくお願いします。この動画がね良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そうしたら見ていきましょう。本編スタート。おめでとうございます。遅れました。遅れました。すごい長い時間すみません。ミソは左の膝です。あと顔。はい。というわけでいただきましたんで。はい。ということなんですけども、はい、ボールもらっていいですか。はい。あ、すみません。いつもすみませんね。はい、ありがとうございます。本当に。はい。早くやってもらっていい。はい、まずはですね、フォアの浮き球、ネット前だったら叩き込めるんだけども、うん、サービスラインゾーン、まあこうちょっとミドルゾーンに近いところになると、途端にめちゃめちゃ緊張しますよね。うん、なんやかんや言ってバックの方がなんか打てたりするんですよ。逆にネット前はバックの方が苦手って方多いんですよね。うん、ここら辺のバランスをやっぱ取っていかないといけない。まず1点理解してほしいのが、僕はグリップコンチでちょっと薄めのイメージ、ボレーどういうタイプみたいな話を、まあ、この前動画で上げさせていただいたじゃないですか。じゃあ全然言えてないですよ。言えてない言えてない。思いますか。はい、はい、上げさせていただいたじゃないですか。はいはい、はい、その時に僕はどっちかというと、うん、コンチなんだけども、うん、フォアの方がちょっとだけ薄い感覚があるよっていう話をしたじゃないですか。この人たちがもうチャンスボレー難民になってるね。おー、はいはい、いや本当に。なのでグリップ厚い方は結構ねパチンと当てれるイメージがあると思うんですけど、薄い持ち方の方は結構なんやかんや難しい感覚になってくるんじゃないかなと思いますので、うん、この動画見ても改善できるんじゃないかなと思っておりますので、はい、ぜひ最後までご視聴ください。さあ、どれだけだ。早く教えてもらっていいですかね。え、早く教えてもらって。ってことで、何をするかと言いますと、はい、まず1点、めちゃめちゃ重要なことがあります。ボディーバランス。ボディーバランス。もうこれね、まずは絶対に上半身のバランスを崩さないことなんですよ。ほう。これね、めっちゃ重要です。チャンスを打つっていう時に、絶対まず上半身って上に向くような形になるんですね。いわゆるこうではないんですよね。まっすぐでもないし、ローボールのこの形でもないと。どっちかっていうと上に行くんですよ。うん、で、この時によくやってしまうのが、打ちたいのはどっちかっていうと足元側に打ちたいので、ラケットこう動かしていくじゃないですか。はい、ってことは、上から下にラケットって動くんですよね。うん、それをどうしてもやってしまうのが、上から下にラケットが動くんじゃなくて上半身が動くんですよ。うん、なのでどうなるかっていうと先っちょに当たるイメージ。ほうほう。だから不安になるんです。急にネットが遠いことを感じて打点が落ちるんじゃないか、先っちょに当たるんじゃないか、ネット突き刺すんじゃないかって言って、みんな打ち方がこうなる。ほうほうほう。こう体が下に下がって顎は上がってラケット面開いて、こういう形になるんですよ。
うん、でほんなら今度は先っちょに当たるんじゃなくて根元に当たって浮かしてしまったりとかしてしまうという原因になってしまいますよと。なのでまずはボディバランスを保つということをまず意識してやってみてください。2つ目、いわゆるパンチを出さないといけないので、特にグリップ薄い方パンチを出すのめちゃめちゃ難しいです。でも何が重要になってくるかっていうと、打点の取り方が重要になってきます。ほう、僕はちょっとね手首が強いのでコンチネンタルで薄い持ち方しててもこっちに面を変えてそのまま打てるんです。グリップチェンジしてるわけじゃなくて、はい、手首が強いのでここでロックかけてガンって打てるんですけど、それができない方も大勢いると思います。なので何が必要かと言いますと、体を絶対に横向けてあげて、横向ける形がめちゃめちゃ重要になってきます。グリップが薄い方で前向いてしまうと絶対面ってそのままナチュラルになると違う方向を向いちゃうんですよ。なので打つ瞬間に手首変えたりするんで力出ないんですね、うん、なのでこの形をキープしたまま厚く当てたいので、薄い持ち方の方は絶対横向かないと当たっていきません、はい、ちょっと今これ横から撮ったら分かりやすいんちゃいます。薄い持ち方なので前だったらどうしてもこうなるんですけど、薄い持ち方の方がまっすぐ向けるには打点ってここぐらいになるんですよ、イメージ的には、うん、もう少しちょっとブレはあるかもしれないんですけど、でもイメージで言うと結構横になるんですよ、うん、ってことはラケットセットしました、用意します、捉えますのこのイメージがないと熱く当てれない、うん、なのでどうしても打点前ってコーチに言われるもんだから、うん、薄い持ち方なんだけどもどうしても薄い当たりにしかなりません、どうしたらいいですかコーチ、いやちゃんともうそのまま前入っていきましょうっていう風になっちゃう、うん、なので基本的にはその場でも打てるチャンスボールをやっぱしっかり覚えていきたいので、基本的にはグリップの持ち方に応じて、例えばちょっと極端にこう厚い持ち方だったらこれでいいよね、はい、この方がいいわけですね、はい、横向いたら違う方向向きますから、うん、前向いた状態でポンと押さえれますよね。でも薄い持ち方だったらこれフレーム当たりますよね、うん、っていうことは絶対打点こうなっていく、そうすると厚い当たりになりますよっていうのを皆さんでまずそこを意識してやってみてください。あともう一個ね、試合中にどこ狙った方がいいのかっていうところなんですが、これねちょっと後ろから見てもらいたいんですけど、はい、今想像してね相手の前の位置と後ろの位置、うん、でこの時にもちろん打てない決めれないなんかできないっていう方はクロスに打ってください、うん、もうこれはもう絶対普通にあのミスしたくないのでストレート狙っていきたいんですけど、ここでめちゃめちゃ難しい乗り越えるべき壁があるんですね、はい、何かと言いますとチャンスなんで決めたい、うん、決めたいんだけども遠い、うん、決めれない。どこ打ちゃえねんってね。でもコーチにはあれコート狙えだ、シングルスラインを狙えだ、いろんなこと言われるわけですよ。だから困ってみんなセンター打つんですよ。あ、挙句の果てに。挙句の果て、挙げの果てです。なんて。挙げの果て言うた今ほんで。全然ロレ詰まってないです。甘神もええとこです、ね。はい。何をしたいとかと言いますと、相手の足元狙ってください。全然それでいいです。もう距離空いてるんで。はい、もうこの時点でもちろん顔狙ってくださいというわけじゃないですよ。なるべく相手の足元狙ってください。なので細かく難しくアレーコートとかセンターとかワイドとかそんなんいらないんですよ。相手の正面足元、これでいい。真正面の足元でいい。そうね、これ何を想定してるかというと、一本で決めようと思わない。一本で決める場所はもうネット前、こういうとこ来たら絶対アレコート狙ってください。サービスラインとかちょっと距離が空いてる時っていうのは基本的には相手の足元に刺す、もうこういうイメージで、その後にもう一段階ポジション上げてください。ほうほう。でその次帰ってきた時にもうあれコートとかっていう風な、いわゆる仕掛けに近い形にするのが一番ベストじゃないかなと、うん、なんならちょっとミスしてくれる確率がだいたいね6割ぐらいありますので、ここでポイント稼げるかもしれないし、ちゃんと二の矢を考えて動いていくことによって次のこのショットの精度、いわゆるポイントが取れる確率っていうのは 7,8 割には上がっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひね皆さんそこら辺は意識してやってみましょう。さあいかがでしたでしょうかということなんですけども、今回ねフォアの浮き球ちょっとやったんですけども、皆さんどうだったでしょうかということなんですけども、いやほんとねこうやってバランスを取るっていうのも一つの練習だと僕は思いますので、皆さんぜひですね今回の動画見てこれがねできるようになってもらえたら嬉しいなと思っておりますということで、まあ、今回なんですけども、はい、やっぱ浮き球でねこうやってやってるのかな、それ集中できないでしょうか。ま
まずやっぱり一つ重要なことっていうのは自分のグリップをまず確認してください。ちょっと厚めに持っている方、コンチネンタルなんだけども、ちょっと厚めに持っている方、薄めに持っている方、いろいろいると思います。僕はどっちかというと薄めに持っていますので、こういう方も多いと思うんですよ、うん、でどうしてもチャンスボールが打てないからバックでこうなってしまうっていうね、バックだけで行ってしまうっていう方が結構多いと思うので、フォアでもちゃんと打ち抜けるようになっていってほしいなと思います。でそれに対してやっぱ重要なのが上半身のボディバランスですね、はいはい、をまずは確かに保つということは意識しましょう。で、うん、もう一つはラケットセットの位置っていうのをちゃんと確認してください、うん、グリップめちゃめちゃ熱かったらね、もう真正面向いたままの方が打ちやすいんですけど、ちゃんと薄くなってくれば来るほど横向かないと絶対打てないですよっていうのは皆さん注意してやってみてください。この動画が、ね、良かったと思ったら高評価とチャンネルよろしくお願いします。そしてね、もう早々時間が来ましたのでこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。